黒い砂漠についに砂漠解禁のニュースです黒い砂漠といえば繊細なグラフィックだけでなくこだわり抜かれた釣りの世界そして妙にリアルな馬無駄に多いペットたち特にパグが私は好きですファッションも多彩なことで有名ですさらに農業畜産貿易 物価変動ビールによる社員のモチベーション管理といった独自の経済を作り上げあらゆるリアルを追求し続けてきましたがかねてより肝心な砂漠がないと指摘されていました待望の砂漠エリアバレンシア海峡について専門家に伺ってみました。はい、今回のアップデートででで注目している点はどこですか一言で言えば 熱中症、低体温症テント、ラクダ像、ギルドハウら宝探し広大な面積ですね説明していただけますかもちろんです細かすぎる設定で評判の黒い砂漠らしく砂漠エリアでは昼間は熱中症夜は低体温症が実装されましたさらに砂漠の夜は月がとても美しいんですよなるほどラクダも出るんですね もちろん砂漠ですからラクダは必須ですさらに捕獲したゾウはギルドハウスで飼育することができるんです宝探ししも砂漠らしいですねそう今までの世界がいきなり倍増するほどの広さですから一体何が待っているのか想像もつきませんだからこの一言だけ覚えてください熱中症停滞の書店とラクダゾウギルドハウス宝探し広大な面積 熱中症停電を焦点とラクダゾウギルドハウスから探し広大な面積 <laughs> ありがとうございましたそれでは黒い砂漠でお会いしましょう。